はい、ということで今シーズンね使うスパイクが決定したんで、まあ、紹介していきたいと思います。はい、こちらですね、はい、ジェットスプリント3でございます。はい、まあこのねジェットスプリント3なんですけども、僕ずっとねジェットスプリント初代の使ってたんですけども、まあ、それの厚底版ということで、ね、新しく登場してまいりました。まあジェット2はねちょっと履いてみたんですけども、自分にちょっとあんまり合わなくてですね、まあ、完全フラットの、スパイクが自分にはやっぱりマッチしてたなというふうに思ったので、まあ、今回このジェットスプリント3はね厚底でありながら完全にねフラットの状態をまあ実現してるスパイクだったのでね、ちょっと気になりました。ジェットスプリントさんをねスタートの見てる通りでっかりとくっついてる状態ですね。はい、その時もこうやって上げてみても、ね、全然差がないぐらいでかりと、ね、地面と一体化してるわけでございます。なので、まあ、全体の面で捉えたい選手だったり、まあ、変形とかで、まあ、なかなかねああいうつま先だったりとか結構ね尖ってるようなスパイクが気になってる選手はなかなかおすすめできる。余裕を持って履けたなと思います。実際 26.5 履いてみたんですけど、結構前がねギュッと、締まる感じがして結構きつかったので 0.5 上げてもいいんじゃないかなというふうに思います。裏面はこんな感じですね。あんまり T のハイレットは余裕がないんですけど、僕は、しっかりね捉えたいので T の長めに設定しますね。はい、まあ今から SE をちょっと、やってみて、ね、どういう感触かなというので、確認できればと思います。多いなぁ、多い多い、すごいぞ。